アドバイザーの3分間防災チャンネル令和3年度も思い切ってやっていこうと思ってます。あ、さて6月12日、この日は何の日かもちろん知ってるよね。うん、教えて。うん、そうそう、1560年、桶狭間の戦いね。あの織田信長の少数精鋭が大軍今川軍を奇襲して吉本を討ち取った日だね。さすが政宗くん、諸説あるけどねって。おい、はいはい、そうね、宮城県沖地震発生した日です。今から43年前、1978年の6月12日のことです。それ以降、この6月12日は宮城県民防災の日、そして仙台市民防災の日となってます。ほんで今年の6月11日の金曜日午前9時45分、地震が起きたと想定して109万仙台市民みんなで行う仙台シェイクアウト訓練をやります。シェイクアウトって何するの？説明しよう。シェイクアウト訓練って何？参加の仕方、ステップ1、参加登録。専用のウェブサイトかファックス郵送で受付をします。この動画の説明文にもリンク貼っとくので見てくださいね。ほい、そしてステップ2、いよいよ本番当日シェイクアウト。シェイクアウトってまず低く頭を守り動かない、はい、ことで机の下なんかに潜って1分間揺れが収まるまで身を守る行動をとります。こんな風にどこでも誰でも一人でもできます。新型コロナウイルス関係なし、むしろコロナ禍の今こそシェイクアウトで、これがグラグラっと来た時に、いいですか、皆さん何よりも優先して取っていただきたい行動です。 OK？ はい、最後のステップ、ステップ3、この後は家具のテント干し、うちの中のね、それから食料品なんかの備蓄の状況、そしてそう、これ非常持ち出し袋の中身点検なんかもやっときましょう。シェイクアウト訓練、まちゃむねくん、わかったかな？うん、はい、知ってたね。宮城県沖地震は繰り返しやってます。シェイクアウト、これをやっておけば絶対に役に立ちます。家族、お友達、教えてあげて、みんな絶対参加してくだちゃう。